こんにちは、トガラシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今は北海道札幌のすすきのにいます。で、今はですね、札幌雪まつりが開催されていて、このすすきのは札幌雪まつりすすきの会場になっています。札幌雪まつりすすきの会場というのはこういう感じで氷の氷像ですね、そういうのがいっぱいある場所になってます。で、こちらで昔からよく気になっていたこの中華まんじゅう屋さんですね、中華まんじゅう屋さんがあるので、こちらで買って食べてみたいと思います。今回は海鮮ちまき を買って食べてみたいと思います。海鮮ちまきください。海鮮ちまき、はい、はい、すみません、ありがとうございます。ということで買ってきました海鮮ちまきです。めちゃくちゃ熱そうで美味しそうです。じゃあこちらいただきたいと思います。ご賞味名店は雪まつり開催中ですから、こういう感じで食べれますけど、そういう時じゃないとですね、大変です。海鮮ちまきをですね、開けて、お、すごいな。あ、こういう感じになってね、いろんな超具がいっぱい具だくさんな感じ、こういう感じ、ほらね、後ろにタクシーとか普通の車が通っちゃってるんだけど、こういう感じで海鮮ちまきですよ。あ、落っこちた、銀杏落っこちました。これ銀杏で、落っこっちゃったけどいいや。で、ホタテとかいろんなものが入ってます。イカとかね、イカとかホタとかいろんなものが入ってます。じゃあ早速いただいてみたいと思います。どっから食べようかな。ホタテがね、3つぐらいね、重なってんだよね。そっから食べちゃうともったいない感じがするけど、あ、三角形の尖ってる部分、ホタテの部分からいただきたいと思います。いただきます。うまっ、熱いし、うまいわこれ。で、なんといっても札幌すすきの家といえば日華ウイスキー、サントリーのハイボールじゃなくて日華のハイボールです。こちらいただきたいと思います。これ雪まつり開催中ですからね、こういうところ飲んでても全然変ではありません。いただきます。あー、うまい。やっぱ札幌で言えば日華だね。ちょうど1年半くらい前かな、あのアマちゃんじゃなくてなんだっけ、マッサン、ちょうど1年半くらい前マッサンやってましたからね。で、もう一回この美味しそうな、うわ、海鮮、ほんと海鮮なんだね。イカとホタテ今のとこで、この黄色いポテトみたいなのも入ってる、スイートポテトみたいな、さつまいもか、スイートポテト、そんな外国まさりじゃないですけどいただきます。うん、うまっ、前にあったかいし最高だわ。で、すすきのといえばハイボール。もうちょい向こう行った、もうちょい向こうっていうか、あの札幌方面に行った、もうちょいで、ほんとちょっとだけど行ったときの、あのすすきの交番の上にね、日華ウイスキーの看板あったかな、ちょっと違ったかな、あの辺にあると思うんですけど、こんな感じです。お客様に美味しいお肉とリラックスできる空間を、南三条西三条目かすりビル2階、おひつゆきりきりしまめ。じゃあこの食べ続けたいと思います。ありがとうございました。すごい寒いとこでこれ食べてすごい温まるし、なんかね、いいね。うん、食べ続けよう。アボコ山ジャンプ台も見えるわ。あ、でもホタテとかいっぱい入ってるわ、ホタテ超いっぱい入ってる、うめえな。ササの香りもいい感じに出てるし、さっき銀杏落としちゃったけどもう一個入ってた、いいね。で、ベタベタだ、もち米だから、もち米でベタベタだけど、これここに雪があって雪で吹けばいいから危ねえ危ねえ危ねえ、落としたよ。うん、うまかった。どうもごちそうさまでした。ちゃんと落とした銀杏とホタテも拾って帰ります。ありがとうございました。